格安航空会社ピーチアビエーションの大分成田線が10月下旬から運休されることになりました。大分成田線は観光資源が豊富な大分への旅行客需要などを見込んで2021年2月に就航し、現在も1日1往復運航しています。大阪に本社があるピーチアビエーションは国内国際線の便数の見直しを行った結果、機材や人材が限られていることなどもあり、10月27日から成田線を運休することを決めたということです。少なくとも来年春までの運休が決まっています。今回の決定を受け、県交通政策企画課はコロナ禍に就航し運航を続けてくれたことに感謝している、状況が変わった際には復活してほしいとコメントしています。